サイレント、はい、というドラマの最終回でしたが、はい、ご覧になり、なりました。ご覧になりました。なるほど、はい、まああれですね、なんか先々週ぐらいからもう部活となんか、はい、うん、味のないスープだなとか思いながらそんなこともないです。なんだろうこの薄い薄いスープはと思って見てたんですけど、はい、どうでした？美味しい、美味しかったですか？美味しかったですよ。昨日も？はいはい。昨日15分延長版って意味ある？とか思いながら、意味あったその15分と思いながら見てましたけど、まあだいたい予想通りですけどね。こういうメッセージで多分僕何話目かからそうやってこれはこういうドラマじゃないですかって話をしてる。こういうドラマっていうのは、はい、どういう、どういう、まあこのまあいろんなメッセージがあったと思うんですけど、あ、まあいろんな立場からね、立場からとか、はいはい、その言葉、サイレントの多分一番重要なところは多分言葉だと思うんですよ。言葉が、まあ、どのドラマでも言葉でしかないですから、言葉が大切だっていうドラマですよ。気持ちを伝える、気持ちを受け取る、はいはい、でそれをまあそれが言葉ですよ。主人公の男の子がそうじゃないですか。思う、思う、思うよ、紡ぐんですよ。紡ぎちゃんは彼女ですね。彼女ちゃん、はい、だからそういうなんか思いを伝えるために言葉があって、まあその彼はそれを使えない、うん、使えない、まあ耳が聞こえなくなって、耳が聞こえないから言葉は発せられないけどもっていう、うん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 、でそこの、まあ、言葉が大切だっていうことに気づいた的なのとか、まあ、障害者と健常者のがうまくいくとか、こういううまくいかないっていう思い込みがあるとかはいはいはい、まあそういう話ですよね。そういう壁を乗り越えていく。そんなドラマでしたっけ？はい、そんなドラマ、そんなドラマ、恋愛ドラマではないです。誰と誰がくっつくとか、そういう、そういうクリスマス前特有の、まあ、そういうのではない、甘い感じじゃなかった。甘い感じではないので、そういう甘い辛いを期待してたんですけど、はい、まあだからだとは思うんですよね。何を見せられてんだとか、そういうメッセージですよね。一緒にいるためには言葉が大切みたいな。では彼は、うん、いやその紬ちゃん、彼女のことをうるさいみたいなこと言うじゃないですか、うん、はい、で最後の方もなんかその、うん、君が喋ってるのが聞こえてない僕が辛いみたいなことを言い出すんです、うん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 、はいはい、でいや君がちょっかいかけてただろうって、髪の毛触ったりして、そういう問題じゃないですよ。わーって喋り出したら勝手に傷つくみたいな、だからそういうのはあるんじゃないですか。いやあるけどさ、もう分かってることじゃんとかって思いながら、うん、で、まあ、そういうのが辛くなってみたいな話じゃないですか。お前捨ててきてんだよと彼氏はね、だからそういう話じゃないんですもんでそこから立ち直るために言葉が大切だみたいな思いを伝える伝えるのも大切だけど、相手が言ってることを受け取るのも大切ですよって話ですもんね。自分の価値観ばっかり押し付けるんじゃなくて、結局で最後までね、うん、女の子の気持ちはあんまり分かんないんですよ。女の子の気持ちはまあ一緒にいたいだって、うん、それを思うだけの魅力が彼にあったかと、うん、別に魅力の問題じゃないじゃん。だってもう結婚とか考えると、はい、いやこの人仕事大丈夫かなとか、うん、それこそ途中でなんかその、はい、子供がそうくんっていう男の子の、うん、はい、お姉さんに子供が生まれると、うんうん、で要は、うん、うちの弟に耳が聞こえないの子が生まれたけど、うん、とても私は心配だみたいな、うん、でね、生まれた子が耳が聞こえない可能性もあるみたいな、うん、僕そっち側だとすごい超現実的にライドできるんですよ、うん、そうだねと、それ心配だねと、うん、でそれはその話だったじゃないですか。 でもなんかスルスルスルって、でもそれスルスルっていくしかないですもんね。でうーんとかって思いながら、うん、そこは僕はそこはまあそんなに、あ、そうでもまあしょうがないじゃないですか。まあしょうがないって言うしかないです。好きな人と結婚して気になるかなとかって思いながら、なりますよ僕は多分好きってまあそういうもんじゃないですか。現実ってあるじゃないですか。現実は関係ないですよ。遺伝とかも考えるじゃないですか。はい、考え、遺伝なんか考えたことあります？ありますね僕だから、うん、自分こんなんじゃないですか、はいはい、
男の子生まれたら大変だよと思ってましたよ。だから結婚やめようとは思わないじゃないですか。そこはリビドーがありますからね。そういうもんですよ。もう女の子もう女の子だけって思いながら、うんうん、でもまあだからそういうもんじゃないですか。考えたとしてもこの人は家族にこの耳の聞こえない人がいるからもうこの人とは結婚しないみたいなことはならないじゃないですか。まああの顔ならね、うん、っていう話だとは思うんですよ。そしたら、まあしょうがないかって覚悟を決めるしかないじゃないですか。うん、っていうなんかね、はい、最後までなんかね、うん、最終回ちょっとモヤモヤしながら、うん、何かすみ草の交換ってなんだよとかって思いながら、うん、なんかいろんな仕掛けがいっぱいありますよ。まあ僕には響きませんでしたけどね全くあのヒゲダンの曲とか、まあ、歌はいい歌だね、うん、どうも、うん、と思いながらで霞草雪みたいみたいな話だったじゃないですか。まあ歌詞にはそんなのがさらっとは出てきますよね。はい、だからそういうなんかメッセージ性の強いドラマみたいな、それをあの味がないのをメッセージ性が強いと言いますか。はい、だからそのメッセージを受け取るから、だからその問題ですよ。受け取るのも大切ですよって。私たち受け取らせるのも大事です。受け取らせる努力はしましたか。伝えるのはしてますよ。で私たちろう者は耳が聞こえないんだから、うつむいてたら優しい言葉も聞こえないよっていうことが、あ、それはね、だからね、あそこでまともなのは、うんうん、カオフさんだけなんだった気がしてます。そんなことないです。カオフさんだけがずっとまともなことを言ってる。カオコさんも、あ、うん、あ、そう、カオフさん、どうぞ。カオフさん、はい、カオフさんは役の名前じゃないですよね。役の名前は違いますね。はい、ナナちゃん、ナナちゃん、はい、は、まあ、一緒ですよ。みんな同じことやってますよ。その風間くんとの間も結局自分の思い込みで、あの人は私たちをこう、あ、まあそうですね、うん、そういうすれ違いはありましたね。でそのすれ違いと同じことを総くんがやるわけじゃないですか。やってましたね、はい、っていう、だからみんな一緒ですよ。うーんとかって思いながら、はい、だからまあ受け取るのが大切なんですよ。感受性のないなさですかね、私の感受性っていうか、ちょっとねコロナにかかってね、はい、ちょっとあの味が味覚がちょっと良くなかったのかもしれない、うん、はい、だから受け取るのが大切ですよが伝えたかったんじゃないですか。先週からもずっと味がしない感じでぼーっと見てました、ね、はい、はい。